噂を聞きましてね、リステリンゼロでしょ。俺いつもお前1リットルぐらい飲んでる。飲んでね、だいたいあれだよ、炭酸で割るんだよ。割らねえ。なんでちょっとおしゃれに飲むんだよ。うがいして、はい、なんか口臭ケアみたいなやつするやつでしょ、これ。これさ、結構舌がね、麻痺るんですよ。その麻痺った状態なら、デスソースでも辛くねえんじゃねえかっていう。ほや、やった、俺大好きだよ。こういう、ちょっと体張ったりとか、そうそうそう、うずうずしてるやつ。やっとかってジュンジュンしてきた俺。ジュンジュン、なんだジュンジュンって気持ち悪いな。6月かな。はい、やっていこう。ああちょっと匂い、匂いかいてそのコップに入れるんでしょ。あーなるほど、洗濯液みたいな。いい匂いするじゃん、いい匂い、いい匂い。おおおお、湿布みたいな匂いする。おいい匂い。じゃあ、京平さんちょっと試しにやってみて。おぉ、いきなりデスソースちょっとどうかと思うんで、はい、試しにちょっと醤油が。あーなるほど、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。消えるかっていただきたい。じゃあとりあえず醤油飲もうか。そうだ、一回醤油飲もうよ。変化ちょっと見たいから。そうそうそう、一回飲もう。やってみて。皆さんは真似しないでください。みんなそんなにやっぱダメよ。これは京平という特殊能力あるからこそこれ飲めるだけで、別人だから。おじさん変われ変われ変われ。久々だからね、体大好きだね、こういうのね。うわ、無理。うわ、早っ早っ。え、おい、うわお前さ、やばいやばい、醤油エグ、薄めてる。マジで醤油、超きつい、きつい醤油で。一回、はい、一回じゃあ、一回これぐちぐちペーしてもらって。やりましょう。麻痺すれば醤油効かないのかと。ほんとかよ。ぐちぐち。うわ、腹立つ。早い、めっちゃ腹立つ。うわ、早い。上唇に醤油ついてる。うぜぇ。お前ガルフィーやないか。なんでお前飯に書いてんの。あぁ、お前さ、なんか折ろうとしてるでしょ、お前。なんで飯に書いてんの。なんでちょっと可愛い。目覚めたの。そういうとこだけお上品ね。腹立つわ。なんでこうしてる。来た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 。どんなもんよ。来た来た来た。いったな。どう、どういけてんじゃね。マジいけた、いけねえ、マジ。えぇ、ー、変わった。え、なんか全然なんか醤油のきつい感じがない。マイクに入っていく、喉に。えぇ、ー、この目でこっち見ないで。デスソースいきましょう。本番ですね。いくわ、俺じゃね、これ。俺の口づけじゃない、もしかして。えぇ、ー、大食いのさ、もう最悪。よかったな、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 よかったな。一番いきます。お口ぐち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 いや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 でも相当紛らせた方がいいよ。おー、口が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 、なんで行くんだよ。はい、行って行って、うわ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 。普通こんなもんしか飲まないから、この人たち異常だから。お、うん、でもさっきのノリもね、一瞬平気だったから。あれ、えあれ、えぇ、ええ、え、じゃあいけてるやん。え、なんだよ、熱湯せくせー。全然効かないやん。お前が持ってたやつ嘘なんじゃないの。いや、嘘なのかな。あいつはちょっと大げさだよ。あいつは大げさ、うん、あれやっぱ動画を意識してるね。最後は3人全員で行きます。そうですね。もういいや。チュク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 。あ、でも確かに痺れてるな。舌の感覚ない感じするよ。するんじゃ行きます。うわ、やだ。ああ、この二人の気持ちが分かるわ。
てんのよお前多分ぐちぐちが。俺今3分やった3分。舌に当たってる間だけは確かにその時はいけるんすよ。でも飲んでからもう喉に辛さがめっちゃくるから、それでこういう反応になってしまうと思います。私たちは特殊な状態を持っているためやっています。皆さんは絶対絶対にまずい死なないでください。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない。